宇治上神社本殿い屋。五軒者流れづくり。公平三年頃混流の原尊最古の神社建築神社建築は神社の建築。社殿建築とも言う。今日の神社建築は一般に本殿、平殿、拝殿が中心である。神社を訪れると本殿の手前に拝殿が建っており、祭銭箱が置いてある。拝殿は参拝者が祈祷などを受ける場所になっている。 こともある拝殿の奥にご神体を収める本殿がある。本殿は、拝殿の奥にあって、見えにくいため、一般の参拝者は拝殿を神社建築の中心的建物と考えがちである。本殿は、流れ作り、かすが作りが一般的で、小型の本殿では、風雨から守るために大屋をかける場合もある。拝殿と本殿をつなぐ部分に平殿が作られることも、 多く、これらを一続きに建てる場合も多い。建物の横に回ると、拝殿の奥に平殿や本殿を確認することができる。本殿は神がいるとされる神聖な場所であるため、水垣などで囲われたり、大家が作られ、普段はその内部を見られないことが多い。一部の神社では山や岩を身体として崇めるため、 本殿を持たず、身体を直接拝むための拝殿のみがあるところや、拝殿も持たないところもある。このように、社殿のない神社が本来の形式であったと考えられる。仏教伝来以降の神社建築は、日本の上古の建築を復古的に採用し、仏教建築のデザインを意識的に排除しつつ成立したと考えられる。神社建築の特徴の一つとしては、 その様式の尊重がある。神社建築は、市宮などの各有力神社において、固有の様式をとっており、なおかつ、その固有の伝統的な様式を維持しようと努めている。そのため、神社建築の様式を解明することは、その神社の祭人の性格を知る上で重要な手がかりの一つとなる。後にできた神社においても、混流当社の様式を保つものが多い。 本殿は、神霊を宿した身体を暗記する社殿のことで、神殿とも言う。本殿は、人が内部に入ることを想定していないため、拝殿より小さいことが多い。古くは一堺の本殿に一柱の神が祀られたが、現在では一堺の本殿に、複数の神が祀られることも多い。内部には、身体が収められる。 内人と外人に分かれている場合は内人に身体が収められ、外人は剣戦、献占、砲兵の場として使われる。拝殿は、祭祀、拝礼を行うための社殿で、祭祀の時に神職などが着座するところでもあり、吹き抜けとされる場合が多い。通常、神社を訪れた際に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は、拝殿の手前で拍手を打って行うが、 祈祷などの際は拝殿にるることもある拝殿は一般に本殿よりも大きく建てられ床を張るのが一般的であるが中央が土間となっており通り抜け可能な割拝殿もある。毎度の神楽殿、社務所などを兼ねることもある。神社によっては拝殿がないところや二つ持つところもある。二つある場合は手前を外拝殿と呼び、 奥のものを内拝殿と呼ぶ。鈴や輪口がある場合もある。平殿は、祭儀を行い、平白を建てつる社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっているのが特徴である。中殿ともいう。平殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている平殿もある。平殿がない神社もある。根源づくりでは、本殿。 廃殿よりも低い、石の間と呼ばれる建物が平電である。このほか、楼門や、鳥居、神楽殿、電、蝶図鉢、社務所などが神社建築に含まれる。以下はあくまで概論であり、すべての神社建築に当てはまるわけではなく、時代によっても変遷があるが、神社建築の特徴として、以下の点が指摘されている。屋根に妻を持つこと床を高く張ることがあわらを用いない。 こと土壁を用いないこと装飾の質素なことまず屋根に妻を持つことについてだが、これは神社建築の屋根はほとんどが霧妻造りで一部に入りもや造りが見られる。入りもや造りは仏教建築に由来する様式であるが、同じ仏教建築の様式であるが、妻のない寄せ棟造りや法行造りは採用されていない。このことは、 仏教建築からの一方的な影響ではなく、神社建築としての価値観に基づいて、神社側が主体的に入りもや作りを神社建築に採用したことを示している。妻の神社建築における意義は、はっきりしないが、信仰上の重要な要素であったことは、間違いないと思われる。例えば、伊勢神宮聖殿において、妻の部分の金具が特別視され、 式年遷宮の際に妻を装着する儀礼が秘伝とされたことや流れ作りの社殿を横にいくつも連結した社殿において一つの社殿ごとに正面に千鳥ハフが設けられて一つ一つの社殿が区別されていることからもわかる床を高く張ることについては本来土間を基本とする寺院建築と対照的である瓦を用いないことについては 明らかに瓦葺きの仏教建築との異を意識し、もしくは仏教建築を忌避したものであると言える。神社の屋根は基本的に植物材で服が金星になると、どういった武器も用いられるようになった。ただし例外的に本殿に瓦葺きを用いる場合もある。土壁を用いないことについても同様である。装飾が質素なことは、上古の日本建築の様式を固定化したためと言える。 日本固有の神の住まいであるので、仏教とは異なることを意識し、日本に伝統的な建築の意象を取り入れている。三宮浅間神社富士山本宮浅間大社の本宮と伝えられ、現在も本殿を持たず、富士山そのものを祀る古い祭祀形態を止めている。神社は古くは矢代といい、この矢代とは本来は矢代の意味で神を祀る仮小屋や祭壇を指した。 ヤシロの城は、汚れを付着させるための身代わりとされる、片城などの城と同意である。神のより城であるヒモロギは、最も小さなヤシロと言える。また、広い意味では、祭壇や、意味だけや、締め縄などで俗界と区切られて、聖域とされた、祭場全体も含めて、ヤシロ、つまり、一時的な神の仮住まいと言うる。神の仮住まいに過ぎなかったヤシロは、 寺院において仏像を祀る仏教の影響から御神体を常祭りする神社へと変貌していった。神社において最も重要な御神体の鎮座する内陣を備えた建物が本殿とされ御神体を拝むための拝殿や神域を区切る鳥居などの設備が整備されていった。なお本来の姿から変貌を遂げていった後も多くの神社では ご神霊と因縁のある霊域で祭りが行われている。神社建築の成立に影響を与えたと考えられるのが神宮寺の建立である。神宮寺は神社に建てられた寺院のことで神仏集合の初期段階で登場した。神宮寺の建立により神社は仏教建築の直接の影響を受けたが隣接するために帰って神社建築と 寺院建築の際を求めるようになったと考えられる。春日大社注文拝殿の成立は本殿よりも後である。現在でも伊勢神宮、春日大社、宇佐神宮、松尾大社など拝殿を持たない古社は多い。拝殿は祭神の祭祀のための施設であるが、本来神社の祭祀は本殿の正面の露天の祭場で行われていた。本殿は その期限を祭壇に求められるように祭祀の対象であって祭祀を行う場ではなかったのである。祭祀において神職らは祭場の左右に着座し、そこから中央の祭場に赴いて祭儀を行ったのだが祭場が屋内になると中心の祭場が平殿となり神職着座の場が回廊となった。回廊の入り口には楼門が建てられた。 このように祭祀の形態に合わせて、楼門と階廊と平殿が建てられたが、これらを持つに至らない。小規模な神社は、やがてその機能を圧縮して、一つの社殿に、その機能を備えさせることにした。これが拝殿である。古典的な神社建築は、以下のように分類することができる。柱の下に土台を持つ物心を柱を持つ、物内部が二室に分かれる物柱の下に土台を持つ、は、 流れ作り、かすが作りに代表される。柱を地面に直接立てたり、礎石などの基礎を設置したりせずに、遮殿の最下部に入れたを組み、その上に柱を立てる。これは遮殿を移動させることを前提とした様式で、祭祀の時のみ遮殿を設置し、祭祀を行わない時には遮殿を設置していなかったという、上古の祭祀方法の名残ではないかと言われている。また、 ヒモロギが発展して常設の社殿となったのではないかと言われる。流れ作り、カスが作りのいずれも床下を壁で隠蔽している。これは神社建築一般の特徴でもあるが、社殿と設置された地面とのつながりに神聖性を求めることによる。言い換えると、社殿の神聖性の根源は置かれている場所に求めることができる。すなわち、 身体とされる領域や岩倉などの上に仮説の祭壇を置いて祀ったひもろぎの形式を受け継いだものではないかということがここからも指摘できる。このように起源を上古に求めることができ柱の下に土台を持つものは神社建築の中でも古い形式と考えられる。心お柱を持つものは神明作りと大こそ作りである。この様式の特徴は心お柱、 胸持ち柱を持ち、掘ったって柱であることである。心を柱は、社殿の中央にある柱を指すが、建築構造上、意味をなさない柱であり、本来は、神のよりしろであったと考えられる。神明作りでは、社殿本体と完全に分離している。胸持ち柱は、母屋の梁を支える、他の柱と違って、胸に届く柱のことである。 そして胸持柱を含めて、すべての柱が礎石を使わず、地面に穴を掘って建てる掘立柱である。掘立柱は、原始住居以来の建築に使われるものである。内部が二室に分かれるものは、墨吉造りと八幡造りである。どちらも本殿内部に、前後に室持っている。墨吉造りは皇室に、寒座があり、八幡造りは、前後の村にそれぞれ寒座があるのであって、 両者は厳密には区別されるが、もともと一室の本殿が分化して二室になったものではないという意味で共通である。大鳥作りや天皇が大上祭の時に祭儀を行う大上宮もこれに含まれると考えられる。本殿の建築様式は大きく平たいりとつまいりに分けられ、さらに屋根の形状をもって分類することが多い。それ以上の細部を見ると、 各神社独特の様式であることが多く、種類が多くなりすぎて、分類の意味をなさなくなる。最古の様式は、神明作りや、大古祖作り、墨吉作りといった直線的な形状の屋根を持つものとされるが、現在一般的によく見られる様式は流れ作りで、かすが作りがこれに次いでおり、いずれも流線的な形状の屋根となっている。 対来り形式、つま入り形式、複合社伝形式。本殿が、拝殿などの他の社伝と結合したもので八棟作りと、総称できるが、以下の様式名で呼ばれるものもある。複合社伝形式の場合であっても、例えば、流れ作りの本殿を持つ権限作りというように、本殿の建築様式を、独立して扱うことになっている。入りも屋作り、つま入りの拝殿。 平野神社拝殿も大きく平田入りとつまいりに2分、でき、切り妻作りか入りもや作りが一般的である。また上とは別に次の形式を取るものもある。ABC 深見当集、全国の海運神社案内並走版立花出版、初版。ISBN9 兆7848億1331万1393。ABCDEFG。 新東行法の本、日本の冷凍を貫く人技法則の肘学計。ISBN 9兆7840億5 6百3万7753。ありがとうございます。